ガスがお使いいただけないときは、ガスメーターの安全装置が働いて供給が停止している場合があります。その場合、お客様による簡単な操作でガスが使用できるようになります。地震が発生した場合は、まず給排気設備に異常がないかご確認ください。排気筒や給気口が壊れている場合は、ガスを使用せず、大阪ガスネットワークまでご連絡ください。給排気の設備に異常のないことが確認できたら、すべてのガス栓・器具栓を閉めてください。次に、ガスメーターの操作を行います。なお、ガスメーターは主に家の外にあります。ガスメーターのガス栓は閉めずに、開けたままにしておいてください。ガスメーターのキャップを外し、中のボタンをしっかり押し込み、赤いランプがついたら手を離してください。ランプが点滅しますので、ガス機器は使わずに3分間お待ちください。お使いのガスメーターによっては、キャップがないタイプもあります。その場合は、黒いボタンをそのまま押し込み、赤いランプがついたら手を離してください。また、メーターが高所にある場合、レバーがついていることがあります。その時は、棒などでレバーが止まるまでしっかり押し上げ、赤いランプが点灯したら離してください。紐付きのレバーの場合は、紐をレバーが止まるまで引き下げてください。どのタイプも、ランプが点滅している間は、ガス機器を使わず3分間お待ちください。点滅が消えたことを確認できたらガスをお使いください。もしガス臭いなど異常を感じたときはガスの使用を中止してください。ガスの匂いなどの異常を感じた場合やメーターの復帰操作を行っても正常に復帰できない場合は大阪ガスネットワークまでご連絡ください。なお、ガスの供給が停止しているエリアではメーターの復帰操作を行ってもガスはご利用いただけません。供給停止エリアは大阪ガスネットワークのホームページでご確認ください。皆様のご協力をお願いします。